けられない勝負で僕、あのあずささんに勝てた。おめでとう、りょうちゃん。あずささん素晴らしかったわ。私も横で聞き惚れちゃうぐらいの歌で。そんな、あずささんこそすごかったです。スーパーアイドルならではのハイレベルなオーディションも楽しめました。相手役ちゃんと務められたんだったらよかった。でもこれで私の夢はしばらくお預けね。あ、すみません。うん、別に気にしないで。これはきっと神様の声だから。神様の声？そう、夢に手を伸ばしていい日はまだ先気だよっていう。いつか運命がもう大丈夫って言ってくれるまで、もっともっと自分を磨いていかないとね。あずささん、りょうちゃん、私たち全員のために歌ってちょうだい。今一番輝いているアイドルの一番素敵な歌を。はい、歌います。私をここまで導いてくれた人みんなのために。はい、ありがとうございます。僕も信じられなくて。デビューした頃は全く見えなかった頂上が今目の前に。これでできることはやりきったっていうことですよね。え？はい、僕にとってはそれが真のランク A への道ですから。全てを捨ててでも。はい、よろしくお願いします。失礼します。武田さん、報告に来ました。僕、ついにトップアイドルになりました。この間のオーディションで。違います。僕が目指してるところはここじゃありませんから。もっとも他の人がそこをどう思ってくれるかは分かりませんけど。はい、何でしょう。
最後の扉がついに開かれた。扉の向こうにはこれまで誰も歩いたことのない道が続いている。僕を応援してくれた人がみんな敵になる可能性だってあるけど、でも僕は行く。夢を取り戻せずに苦しんでいる夢子ちゃんのために、そして何より僕自身のために。はじめにアイドルになると誓ったあの時の思いを叶えよう。どんな男の子よりも強く輝く理想の僕になってみせる。